チャオフィーテル3分つらですね、今回はですね、今週もやってまいりましたトゥーホットキーマー。はい、ということで今回はですね、金曜日編ということで占いの方をやっていきたいと思います。はい、で今回やる占いはですね、キーランドカップ札幌ですね。はい、こちらはね、キメアクイーンなども出走いたします。はいね、そうですね。はい、で今週からデータはですね、はい、あの水曜日にアップロードしてますので、はい、そちらも見てください。はい、で、水晶馬はですね、はい、ショートにて発表をしております。はい、あのデータからの水晶馬ね。うん、はい、で予想は別でまたショートで出しております。はい、なのでよろしくお願いいたします。はい、盛りだくさんですね今週はね。うん、はい、なんか難しい方はちょっとね、見たら分かると思う。水曜日から10持っていくと。そうですね、はい、そんな感じで。ではね、今日はね、競馬占いの方をやっていこうというふうに思います。そしてですね、今週は11レースの先ほど言ってた8月27日日曜日の札幌キーランドカップをやりたいと思います。はい、はい、ではいつものようにですね、まあ、あのこれ初めて見る方もいるかもしれないので説明だけ軽くしていきますね。はい、私は神話占いというふうに心の音を聞いて、心の波を聞いてですね、占いをしておりまして、まあ、まずね、第一段階では馬の気持ち、はい、人馬一体となってレースだと思うのでね、馬の気持ちを大切に、そしてね、ジョッキーの今の気持ちですね、今週どんな風な心の持ちようなのかなっていうのを見ていきまして、そして最後にね、勝負運というものを女神のカードの方で出していきたいと思います。3段階で今週もやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ではね、始めていきたいと思います。はい、馬の方の気持ちのカードをまずね、出してみました。16頭ですね、なので664枚という感じで出しておりますので、まあパーッとね、いい馬だけをピックアップしながらもやっていこうと思います。パーッとね。はい、1番ウォーターナビレラ、これね、あなたはギフトっていうカードなので、その悪い状態じゃないですね。馬の自体はとても出来上がってますね。綺麗な馬なんですけど、これあのカード自体も綺麗なんですけど、とてもね、いい状態にいますよっていう、あなたはね、あの素晴らしいよっていうカードなんですよ。なのでこれはいい状況にいると思いますね、ウォーターナビレラは。はい、2番ブリンカー装着のナランフレーク、ちょっとね、これ遊びが多いというカードが出てきましたね。だから興味心みたいな意味のカードなんですけど、興味があるよみたいな、あの好奇心のカードですね。なんであのこれはね、なんか馬と騎手とかの相性が大事になってくるカードだと思うんですけれども、馬自体はね、そんなになんか悪い状況ではないですね。ただね、あのジョッキとの相性が大事、ジョッキとの、あの組み合わせで考えた方がいいかなというカードが出てますね。で3番レッドベルオーブ、これはね、ちょっと元気がないですね、ちょっと心配。これもね、ジョッキとの相性大事なんですけど、ちょっとね、元気がなくて、あのジョッキの方が引っ張らなきゃいけないという風な感じですね。からジョッキが強い、あのなんだろう、力を持ったジョッキが、あの乗るといいと思いますけどね。4番キメアクイーン、これディサイドのカードが出ました。これね、とってもいい状況にいるんじゃないですか。雨が降ってもいいと思いますね。しかもね、出来上がってる感じ、座ってるんですけど、あの出来上がった状態での決心がもうついたよって、もう準備はできたよというカードになりますのでね、とてもいい状態ではいると思います。ただちょっと体が重いのかなっていう気もしないでもないかなっていう感じはします。5番、ブリンカー装着ウィンマーベル、これもね、元気いっぱいですね。なのでちょっとね、遊びが多い感じがするんですけど、これもジョッキとの相性がとても大事。ここもね、でもね、ちょっと元気、このね、馬自体はとても元気ですねっていうカードですね。なんか走ってる感じがするので、はい。で6番ブリンカー装着耐性アベニール、これね、意外とね、あのいいですね。思ったよりもイマジンのカードなので、なんだろう、ほんとね、今の状態では悪くない。ただね、ちょっと後ろ振り返ってるところが気になるかなっていうか、なんか周りを少し気にしてるのかなっていうのがちょっと気になるような様子を見せてますね。ただ馬としては状態は悪くなさそうです。7番カイザーメランジェ、これはね、逆に言ったらね、あの虹も出てるカードが出ましたね。ここでとてもいい状況にいるみたいですね。これ結構年の馬なんじゃなかったっけな。6番7番は8歳ですね。あー、でも元気なの、この辺元気だよ。でもすごく、うん、あー、なんかとても元気な状態でいるみたいなので、まあ元気がなければこの年だと出てこないよね、夏に。まあ短距離っていうのは、ね、あるのかな。だからなんかすごく状態はとても良さそうですね、ここは。はい、で8番シナモンスティック、これもね、ハッピーサプライズのカードが出てますので、何か面白いことをしてくれそうな馬ですね。この馬は好奇心いっぱいで元気いっぱいですね。だから悪い状態ではないと思います。9番ブリンカー装着ジュビリーヘッド、これはね、またね、ちょっとね、遊び心が興味津々、いくつの前かな、
6歳ですね、まあ、ちょうどいいっちゃちょうどいいのかな。その割にはなんかねすごく楽しい馬って言ったら変だけど、なんかねすごくなんか元気いっぱいでいろんなことに興味を示しているので、そこがちょっと心配かなっていう感じも、集中力があるのかどうかなっていうのはちょっと考えられるかな。ブリンカーで補うのかな、そこは。だからブリンカーのスケートもちょっと遊び心が多いまで出て今回、うん、ね、そんな感じがしますね、はい。で10番ゾンニッヒ、これはねグランドペアレンツのカードが出てとてもいい状況にいるみたいですね。だからなんか元気いっぱいというよりもなんかなんだろう、勝負心も持ってるし、うん、すごく出来上がりがすごくいい馬、今これちょっといいですね、いいと思います。トゲさんですね、あゾンニッヒいいと思いますね、はい。で11番バトレニ、ちょっとねチェンジのカードが出てるので、何かしらちょっと考えるところが馬自体があるみたいです ね。ちょっとなんだろう、だからなんかの多分なんか心配事があるじゃないけどね、どんなレースになるのかちょっとね心配でナーバスになってる感はあります、はい、はい。12番東進マカオ、これは逆に言ったらねいいですね、トゥルーのカード、真実のカードなんですけど、これねいいと思います。一応ねキングクイーンに前回負けてるんでね、あーそっか、でもね君はクイーンよりも今馬の自体は状態がいい、この方がすごくいい状態にいますね。これなんか一発あるならあるかなっていうような勢いのある馬ですね今。13番レイハリア、これもね馬の星のカードなんですけど、これね馬自体はとってもいい、と調子もいいし、なんかすごくいいですね。これぜん去年一昨年取った馬なのかな、一昨年ですね確か。あでもねすごく状態はよく仕上がってますね、なので星のカードなのでここも一発なんかあるならあるかなっていう感じ。結構ね今オッズが低めなんで、あそうなんだ、惜しいっちゃ惜しいかなっていう。でもね馬はとても元気です、いいですね、いいと思います、はい。14番ナムラクレア、これはね闘争心にあふれてるカードが出ましたね、なのでちょっとなんか競り合いになりそうなイメージ、ただ雨が降ったら良かったのかなっていう、もう水の中に完全に浸かってるので、まあナムラクエア自体も雨の馬なんでね、あーそっか、ハムダコさんも雨じゃん、だからそんな感じ、雨でも雨じゃないでしょ今週って、どうなんだろう今週どうなんだろうね、なんか最近天気がなんか荒れてるよ、ね、台風も10号が発生して そっちは2つ台風出てきてね、北海道よりなもんね、もう一個はあるか、その進み具合によっても変わってくるのかな、多分雲の感じが分かんないから、結構大きい台風みたいだよね、だから当日までちょっと置いといた方がいいかな。あでもなんかね馬自体は闘争心にあふれてて、なんだろうすごく気持ちが乗ってる、なんか悪くないですよ、すごくいいと思います馬は、はい。15番里の愛、これは逆に言うとちょっと元気がないのが気になるかなっていう感じがしますね、なんか少しなんかなんだろう頭を下げちゃってるので、どうかなっていう感じもしないでもないですね、はい。16番シュバルツカイザー、これは逆に言うといいですよ、幸せに感じてるというカードなので、もうすごくなんだろう、もう出来上がっててゆったりとした感じ、構えてる感じだからね、出来上がっててゆったりしてる感じなんで、この4番とここはそんな感じ、もうだから焦ることもないし、もう完璧に仕上がってるよっていう感じですね、なのでもうねジタバタしてない感じが、もう当日を待ちますよって感じですね、こことここは、はい、そんな感じで出てますね。どうだろうか、こんな感じなんだけど今週の馬の感じは、うん、でもなんかねちょっとね気になるのは蒸気とともにというカードが多い、やっぱなんだろうね、やっぱ仕掛けるタイミングが大事かな、ああそうなのかな、だからちょっとの力が大事になってくるんじゃないかなってすごく思いますね。単独で良かったのは、うん、そうだな、意外と良かったのは1番、1番はウォーターのビレラ、そう単独でこれはちょっといいかなっていうのはここと、そしてここだな、7番そうだね、あと8番7、8、あとここ10番、12番、あと13番、あと最後のカードだな、16番かな、そうだね、この辺が馬自体は今ですとても仕上がってていいなと思います。やっぱりねどうしてもやっぱ羽を開いてこういう飛んでるやつというのはね、この辺はちょっとねやっぱりいいですね、あこれは座ってますけど、この辺はちょっと要チェックかな、馬の状態はかなりいいと思った方がいいかなという感じはしますね、
はい、では次にね、ジョッキの方のカードを出していきたいと思います。はい、ではね、あのジョッキの方の心の気持ちをね、聞いて出してみました、カードの方をね。はい、ではね、さささっとね、いいとこだけピックアップしてやっていこうかなというふうに思っております。ただ1番からいきますよ。はい、1番リスポリッシュ。これはね、意外とちょっとガタガタしてて、やっぱりあれかな、初めて乗るっていうのもあるのかな。なんか始めるというカードなんでも、ああ。だからね、スタートには持ってこいのカードが面白いことに出たんですけど、すごい ね、うん、ね、だけどちょっとね、遠いかな、今回はちょっと流れが難しいかなっていうのがありますね。なのでちょっと心配してるみたい、本人が一番心配してる、ガタガタしてるので、はい、そんな感じです。だから心的にはちょっとまだまだ不安がいっぱいっていう感じには見えますね。はい、2番、マルタ騎手。これは逆に言うとバランスのカードなので、とってもいい状況にもいますね。マルタさんの心はとてもバランスをとってていいですね。なんかすごく、うん、穏やかにいる感じがとても出てますね。ただ馬の方はちょっとちゃめっ気がある。でもそうでも、まあ、相性的にはいいのかなっていう気もしないですね。ちなみにこの馬はもうマルタ専用機です、ここ最近は。あー、バランスなのでとてもバランスとっていいですね。だからうまく乗ってきそうですね、なんかそんな気もする。うん、で3番、松田対策騎手。これはね、また愛がいっぱいというカードが出てきたんですよ。なのでこれはね、馬に対しての愛情だと思うんですけど、すごく愛情を持っている感じが。ちなみにこちらも専用機みたいなもんです。あ、だからだ、もうね、愛情たっぷり、とにかくね、愛情たっぷりなのでいいですね。こういうのはやっぱり人馬一体っていうのかなっていうぐらいね、相性がとてもいいですね。なのでうわと思うとこの辺悪くないなっていうのが出てきますね。はい、ね、横山たけし騎手。もうね、たけし君の場合は逆に言うと、ね、馬どうのこうのっていうより自分があの一発やってやるっていう気持ちでいっぱいですね。やっぱり若い感じがしますね、はつらつとした感じなので。でもなんかね、光は浴びててもう闘争心にいっぱいなので、まあ馬もなんか準備できてるよって感じなので、まあいいですね、いいとはいい思いますね、あそこも。はい、で5番、松山騎手。これはね、逆に言うと穏やかに今いるみたいですね。ただ穏やかすぎてちょっとっていうのは、松山君らしいってらしいよね。そうだね、ただ馬の方もちょっと落ち着いててあちゃめっけたっぷりの馬だったんだよね、うん、だからそこがどういう風に響くかなっていうのがありますね。で6番、モリス騎手。これは逆に言うと、なんだろう、あれ狂ってますね、心は。さすが外国人って感じかな。なんかね、すごいやっぱ闘争心にがいっぱいというか、何としても取ってやろうみたいな、やっぱりなんかそういう感じが。まあ8歳も関係ねえ。そう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 、そんな感じが出てます ね。うわすごいなっていうのが出てますが、ただね、レースとなるとどんな感じになるのかなっていうのがありますね。ちょっと飲み込まれちゃうかなっていうのもイメージではありますね、ここは。はい、7番、枝照郎騎手。これもね、パワフルのカードが出たのよ、ね、この前の、ね、地方では逃げ切って。そうだね、これはすごいね、このね、馬もねすごく良かったんですけど、ここね馬も良かったんですよ。なんですけど騎手の方も結構いいというか、すごい気性激しいですけど、なかなか面白い乗り方をしてきそうな感じが。この、6、7は結構すごい面白いね。あーね、なんか勢いがすごいので、最年長組なのに対して、あーね、だからなんだろう、どういう動きするか。でも馬もこっちいいんだよね、ここは。だからちょっと面白いっちゃ面白いよね、という気はしますね。まあね、すごい面白いと思います。はい、8番、松岡正美騎手。これはちょっと消極的ですね、松岡さんの心が。でも松岡さんって割とそういうカードが出やすいので、やはり結構繊細な方なのかなっていつも思うんですけど、ちょっとどうかなっていうのが、ちょっと惜しい部分もあるけど、ね、馬の方はハッピーサプライズのカードだったので、まあ、何か起こしてやろうっていうのがすごく出てるんですけれども、なんかジョッキの方がちょっとうーんっていう感じが、ある意味言っちゃったら、平常運転かなって。そうだね、あまりでも気張ってない感じが。そうですね、なんか、だから、そう、馬なりに行けば結構いいかなという感じはしますが、得意なんでね、馬なりに行くのは。そうだね、確かに多分、ただなんかね、ちょっと、まあ、相性自体はいいんでね、この馬と。なんかすごくいいレースっていうよりは、なんだなんとかな、馬に任せる、そういう感じかなっていう感じがしますね。
でここまでが前編かな、うん、ね、あのやっぱりお時間の関係で、あのアップするのに前編と後編で今週も分けていきたいと思いますので、ね、前編はこの心でいくで、後編は、何番からだ、9番の、9番からですね、はい、馬からの馬じゃないジョッキーからやっていこうかなというふうに思います。ではコンティニュー続きます。